米情報当局は25日公開が待ち望まれていた UFO の目撃情報に関する政府報告書を公表した。報告書は目撃情報の大半について説明ができないと結論。一方でその一部が異星人の宇宙船だった可能性も排除していない。米国家情報長官室が公表した報告書は 一連の UFO 目撃情報について単一の説明はできないだろう。と指摘、現在の我々のデータセットでは事案を特定の説明に結びつけるために十分な情報が不足している。とした。